中台間の経済協力がますます密接になるにつれ、台湾の民間と政府も中国経済のさまざまなリスクを直視し始めています。近日、台湾金融研究院が主催したシンポジウムでは、シャドーバンキングなどを含む深刻な議題が討議されました。学者からは、シャドーバンキング問題は広範で直視しなければ世界経済に影響を及ぼすことは必至であると指摘されました。座談会には台湾の民間と政府関係者のほか、中国本土の著名な学者も参加しました。これまでの政策報告とは違い、今回は学者が世界に注目されている中国経済問題、特にシャドーバンキング問題に焦点を合わせました。所以这个已经是世界级的问题，因为各个国家，各个国家都很担心，就是说中国大陆的这个影子银行是不是就是说如果会妨碍到它实体经济，因为它就是要想办法把钱放款给中小企业，但是它又不想把它叫做放款。那它最大特色是它为了要规避银行的限制，它自己转出一些特殊的项目来，这样子使传统的一些金融比率呢失去了准确度。シャドーバンキング問題について学者は、最大の原因は大陸の貨幣規制によって民間は資金調達が難しいため、銀行貸付機能を備えているが銀行体制に属さない影が多く作られていると指摘します。さらに深刻なのは、貸し出しで簡単に報酬を得ることができるので、ポンジスキーム式融資を通じ気がつかないうちに資金取得原価を高くし、さらに悪循環をさせているといいます。所以在大陆的银行体系其实表现出一个庞氏融资，在大家都很乐意的参与影子银行体系当中，然后又有上面的行政管控说你不能出问题，我们是稳定压倒一切，不允许出问题就存在刚性兑付，存在刚性兑付就存在大量的道德风险。風船を膨らますようなバブル経済は、最終的に国民がツケを払うしかないと学者は警告します。人民銀行上海支店の元支店長、呉行霊氏も、中国大陸の経済成長は、環境を破壊し資源を犠牲にして得たもので、ただの GDP 志向の経済モデルであり、人を根本にする経済に転換することが、中国経済発展の唯一の道であると指摘しています。新唐人テレビがお伝えしました。